はい、私、高橋と申しますけども、カザフスタンの方でですね、ちょっと歌を勉強してきたという経緯がございまして、ソビエト時代の首都であるアルマティっていうところでね、はい、しばらく過ごして歌勉強してきたんですけれども、で、今二つ、歌ったのその時勉強してきたやつの一部ですね。で、カザフスタンのアルマティは、基本東の方です。ちょうど中国から、国境を西越えて一つ、渡ったところはカザフスタンなので、カザフスタンの東の方の地域の歌ですね。じゃあちょっとガッと西の方に行って、広いんですよ、カザフスタン。列車で西から東の端まで、東から西の端まで行くのに、4日かかるっていう、そういう世界でしたね。はい。飛行機だったら本当に2、3時間なんですけれども。西の方はですね、はい、ご存知、カスピ海にぶち当たります。カスピ海を見るだけじゃないですね。カスピ海ですね。油田があったりしますけども。あちらの方の、歌を一つやりましょうか。これ外せないですね。16人の娘という曲をやります。はい。あ、ちょっともうちょっと前置きしますね。さっきのはね、ほら。チューニングかな。柔らかい感じでドンブラ弾いてるのお、分かりになったでしょうか。西に行くとですね、モードが変わるんですね。もう馬が走り出すようなですね、こういう激しい、いわゆるカッティングですね。そういうものが多用されていくんですね。カザフの国が広い分、民族が一つというんですけれども、ガラッと雰囲気が変わる西の方の音でした。さあ、16人の娘です。16人の娘、どういう歌かというと、ちょっと歌詞の内容少しだけ先持っていきますね。馬に乗って走っていくわけですね。鞭打たずとも走るのは心がすっきりするね。こんな感じで始まります。ああ、この世で君と一緒に暮らすためには一体何が必要なのか。ちょっと僕の話を聞いておくれよ。ヤングベイビーみたいな感じで始まるわけですね。はい。その後、ゾルキア、ウルキア、カティラ、サキラ。これ全部女の子の名前です。16人いるんです。はい。賢い娘、アイジャン。甘えん坊さんのバルジャン。それから、髪飾りの似合うサリマ。甘えん坊さんこっちですね。甘えん坊さんの大佐。どっか行っちゃったライサ。あ、君が好きだよ、ラヤとですね。はい。まあ、要は昔好きだったり付き合ったりした女の子の名前を16人連呼いたしまして、最後にお前が好きと叫ぶ16人の娘という歌です。
16人の娘という歌です。